ガジェットウェアをご覧の皆様こんにちは。日経デザインの花澤です。今日は最新号1月号の見どころをいくつかご紹介したいと思います。最新号の特集のテーマが場のデザイン体験を売れというものです。今回は、お店とかいろんな商業施設の役割が変わってきたなという話をまとめています。その中でも一番分かりやすいのがですね、この今年の6月にオープンしたこのファミリア代官山店ではないでしょうか。子供服メーカーなんですが、今までは子供服を売るお店でした。ところがこの代官山店は売るというよりも学ぶお店なんですね。つまり、今のようにネットが普及してきた時代にはですね、物を買うというだけではお店になかなか人は来てくれないと。それ以外の魅力をどうやって、提供していくかという観点が大事になると、そう考えたこのファミリアはですね、ここで、いろんなことを学んで、それを役立ててもらう。でその過程でもし自分たちの商品が気に入ってくれたら買ってくださいと、そういうアプローチに変えたんですね。おかげで、とても好調のようです。これからはこのように今までの、実店舗リアルの店舗の役割をちょっと変えていく時代、新しい価値、この特集ではそれを体験というふうに定義していますが、新しい体験をどのように提供するか、そしてその、店舗をデザインがどのように支援できるかといった視点がとても重要になってくると思います。以上、今月の見どころでした。